最近というか就活生向けの動画をアップするときに各企業の人事の方とかに、あ、この間しみけんさんにもしていただいたんですけど、面接をしていただいてるんですよね。へー、はい、で今回はハーチューさんがフリーランスということで面接をしていただきたいなと思うんですけど、でどういう面接かというと、ハーチューさんがもししみけんさんと、ご結婚されてなかったら付き合ってもいいか良くないかっていう面接をしていただきたいなって思います。わかりました。恋人としての面接ですね、はい、お願いします。わかりました、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、はい、もし俊さんが私の恋人になった場合は、はい、何が一番強みで他の男性とはどういう風に違うんでしょうか。はい、僕の強みは落ち込まないことです。はい、落ち込まないっていうのは、ハーチューさんがもしツイッターのクソリプとかをたくさん来て落ち込んでた時に、うん、大丈夫だよハーチュー頑張れみたいなのを頑張って言えます。なるほど。言葉で励ましてくれる。言葉、そうですね、言葉で励まします。言葉と元気で、はい、はい。じゃあこれからお正月ですけど、はい、お正月何かちょっと思い出に残るデートをしたいんですけど、はい、どういったプランを立ててくれますか。お正月のデートで言いますと、はい、1月1日はあえて何もせずに、お正月を普通に、2人で過ごすっていうことをした後に成田空港に行ってハワイに行ってもう1日お正月を過ごそうと思います。いいですね。 ありがとうございます。そのハワイは誰持ちなんですか、費用は。ちなみに、ちなみにアコムから借りてきます。僕が持ちます。じゃあ奢ってくれるという奢ります、もちろんことなんですね。はい、学生ローンから借りてきます。献身的ですね。ありがとうございます。なるほど、はい、分かりました。じゃあ私ときめきたいんですよ、はい、恋人からは常に胸キュンが欲しいんですけど、はい、何か私をときめかせるような言葉を言ってもらえますか。あ、恥ずかしいな、はい、ときめかせるときめかせるような言葉を何か言ってもらいたい、はい、シチュエーションとかは僕が設定してもよろしいですか。はい、大丈夫です。なるほど。横浜のみなとみらいの観覧車の前でいるっていう設定でもよろしいですか。わ、はい、かりました、うん、ハーチュー、ハーチューなんだ。なんて、なるほど、まあ、本名はるかなんですけど。あ、なるほど、はるかさんって呼んだ方がいいですかね。そうですね、はい、ただちょっと恋人にハーチューって言われたら恥ずかしいですよ。恥ずかしいですか。はるかさん、はい、動画編集よりも登記手続きよりもはるかさんのことが大事です。好きです。告白だ。確かに可愛いですね。可愛いですか。可愛い、めちゃめちゃ可愛い。ときめきましたか。ごめん、ときめかった。初々しすぎる。なんかこう守ってあげたい感じですね。付与したいっていう感じでした。なるほど、うん、ハーチューさんはどういった、さっきもお聞きしたんですけど、どういったタイプの男性がお好きですか。ジャニーズですね。ジャニーズ、やっぱ顔で判断します。顔もだけど、あの人たちのすごいところっていうのは、はい、イケメンっていうハードルをちゃんと自分で演じるっていうことで、中身も含めてってことですね。そうです、そうです。セクシーゾーンの中島くんとかも、はい、まさにそう、ケンティーそうだと思うんですけど、はい、もう自分の中でこう痛いなっていう客観視もできつつも、でもジャニーズだからって言ってジャニーズとして期待されているウインクだったり胸キュンだったりを振る舞えるっていうのが大事。真逆、対象軸にいるんですけど、僕大丈夫ですかね。まあそう。大丈夫、大丈夫です。タイプは違っても、はい、タイプ真逆だなって今絶望したんですけど、大丈夫ですかね。ご自身だと何タイプだと思われますか。はい、芸能人でいうとですかね。芸能人というと誰だろうな。U字工事の坊主の方かな。分かんない、お笑いは分からないですよ。じゃあもうちょっとこう人間性をパッて言っていいですか。はい、お願いします。座右の銘は何ですか。正当な努力は報われるっていうことですね。なるほど。僕自身結構大学時代いろんな失敗をしてきて、でもその失敗の原因っていうのはその努力の方向性が違ってたなっていうのが一番 その反省ポイントなので、正当に努力したらちゃんと結果がついてくるっていうことを肝に銘じて日々生活してます。なるほどね、はい、素晴らしい優等生的答え。優等生。あとは恋人としてはやっぱり食の好みが似てると付き合いやすいかなと思うんですけど、はい、好きな食べ物と嫌いな食べ物、その理由を教えてください。はい、好きな食べ物はオムライスで、なぜ好きかと言いますと、卵
料理だと基本的に何でも食べられるっていうのがあって、あとケチャップ、ケチャップがすごい僕が好きで、ケチャップ単体で飲んだりするんですけど、すごい、卵とケチャップが2つ乗っているっていう部分が好きな理由です。はい、じゃあ嫌いなものと嫌いな理由を。嫌いな食べ物は本当になくて、バカ舌でして、はい、あんまりまずいっていう感覚がないんですよね。バカ舌ということはグルメにこだわりがあんまりないっていうことですか。はい、そうなのか。あ、グルメに関心がないっていうのはこだわりっていうことですよね。まあ、こだわりだったりとか、はい、まあ、ちょっと行きたい店をリストアップしといて、ここ行こうかなみたいな感じ。行きたい店をリストアップしたり、美味しいものを食べたりすること自体は好きなんですけど、舌がバカなので、まずいものはまずいと感じないです。ああ、素晴らしいですね。人生超楽しいですね。お酒はたくさん飲まれますか。お酒は、7杯ぐらいで潰れます。なるほど、でも飲める。飲めます。じゃあお酒は好きだよ。お酒は好きです。タバコは吸いますか。タバコは吸わないです。ギャンブルはしますか。しません。借金ありますか。ないです。お、いいですね、いいですね。今のところすごいいい感じで来てますね。趣味は。趣味はないです。 YouTube です。趣味趣味ないです。 YouTube 趣味いいですね。仕事が趣味、はい、特技は。特技は動画編集です。あー、いいですね。稼げそうなやつですね。今一番楽しいことは。今一番楽しいことはインタビュー動画を撮るときです。あー、いいですね、いいですね。仕事が一番楽しいってことだ。はい、なるほど。カーチューさんが今一番楽しいところ。旦那観察日記を書くことです。あー、最高の。仕事が楽しいですね、うん、仕事として捉えてないかもしれない。そうですね。あ、まあ、仕事って捉えてるもありますよね。まあ、自分を前に進ませてくれるものっていうことで、なんかちょっと成長してる実感とかが欲しいんだと思います、うんうんうん、やっぱ書けば書くだけストックが生まれる。自分のこう書いた生きた軌跡ができるっていうことと、はい、リアクションも返してくるっていうことで、なんか未来に向かって何かを積み立ててる感じが私すごい好きなんだと思います。あ、めちゃくちゃ、はい、僕の好きなタイプの女性なんですけど、はい、前に進む人が好きで、前に進む人が好きっていうのが大前提で、クラスで言うとそのグループを作ってわーわーやってる人よりも、クラスの片隅にいて、ひっそりいる人の方が好きなので、うんうん、タイプです。 ありがとうございます。あとは、はい、私は LINE をまめに返してくれる人が好きなんですけど、はい、LINE は結構使えますか。業務連絡しかしないです。あったLINE あれは返した方がいいんでしょうか。そうですね、無駄話とか。私はやっぱ即レスが好きですね。あ、即レス。一番好きなスタンプを教えてください。一番好きなスタンプは旦那関西住み引きのスタンプです。ああ、もう100点満点好きです。それは落とせないな。なるほど、わ、はい、かりました。好きな場所はどこですか。自分の家です。好きな季節は。好きな季節は夏です。血液型は。O 型です。ハーチューさんは好きな季節は何ですか。夏です。お、夏以外全部花粉症なんです。私最高じゃないですか。じゃあ、はい、シンガポール帰国なんで暑いのが好きです。何型ですか。 A 型です。あ、 A 型、はい、O 型と A 型は相性いいらしいです。確かに、はい、あと聞くことあるかな。好きなテレビ番組は。好きなテレビ番組はたくさんあるんですけども、クレイジージャーニーっていう番組が好きです。あ、いいですね。私も CM のダウンタウンとクレイジージャーニーしか見ないです。あ、ありますね。好きな YouTuber は。好きな YouTuber は今一番好きなのは池早さんなんですけど、ずっと好きなのは花尾さんっていう YouTuber が好きです。あ、理系の、はいはい、あと朝ギーニョさんっていう方が好きです。あ、うん、朝ギーニョちゃんね、はい、ボイシーもやってたから知ってます。あ、めちゃめちゃ大好きです。将来の夢は。将来の夢は社会に対してインパクトを与え続けれる表現者になることです。うーん、ポンポン返ってくるからいいですね。はい、ね、会話ボンボンボンってなるのがいいですもんね。ハーチューさんの夢は何ですか。私の夢は旦那観察日記の映像化です。あ、来年あたりできそうですよね。わかんない、こればっかりはもう、あの、自分が頑張れることっていうのは特にないから、はい、そういうお話が降ってくるのを待つだけなんですけど、はい、私今までの、あの、書いた本だったりとか小説、はい、でもまだまだこう映画とかテレビのドラマだったりとかのガツンとした映像化がないんですよ、はい、あのウェブムービーで一瞬みたいな原案みたいなことはしたことあるけど、はい、ちゃんと原作者として名前が残るような映像化が夢です。なるほど。その人として、長い人生での目標っていうのはあえて持たないようにしてますか。もう2年後3年後はどうなってるかわからないので、うん、まあ、毎日楽しく幸せに行きたいなっていうのはあるんですけど、はい、でもなんかこうなっていきたいみたいな10年後のビジョンみたいなものは特に今のところはないですね、はい、じゃあ憧れている人とか尊敬する人っていうのはいらっしゃいますか。圧倒的にこの人っていうのはなくて、この人のこの部分、この人のこの部分っていう感じで、はい、かなりこう、なんだろう、この人が絶対的っていう人はいないです。あ、じゃあ最近会った人の中でこの人すごいなと思った人は誰かいらっしゃいますか。やわらぼっていう、はい、生配信だったりとか動画編集のオンラインサロンを作っている柔らかゆうすけさんという方、元
ともとハーチューサロンのメンバーなんですけど、はい、彼とかはすごくその仕事に対して熱心で人に対して柔らかくてっていうところで人として尊敬してますね。最近ね、新しいキャラにたくさん会ってないんですよ。だから結構既存の友達と会うことが、なんかハーチューさんはいろんな方とお仕事すると思うんですけど、自分からアポイントメントを取って誰かに会ったりっていうことはありますか？たまにありますね。そういった時に気をつけていることとかっていうのを教えていただきたいです。時間と約束を守ることです。やるって言ったことはやる、はい、時間は必ず5分前とかで、うん、ちゃんと余裕を持たせていく、相手を待たせないっていうこと、うんうん、でやっぱりお互いに時間がないと思うし、私が会いたい人っていうのは私より時間がないっていうことだと思うので、なるべくこう相手の考えていることっていうのを先に自分から出すようにしてます。向こうに質問させちゃいけないというか、はい、例えばですけど、そのフリーランスとかやってるとギャラのわからないお仕事とかがこうメールとかで問い合わせくるんですよね。そうするとこっちから一回ギャランティーはいくらですかとか、出演の条件を教えてくださいっていう、はい、そのやり取りの手間と時間が発生するわけですよ。そういうのをなるべく相手に発生させないように条件を先に提示するとかは心がけています。めちゃくちゃ参考になります。ありがとうございます。僕からの逆質問は大丈夫です。はい、はい、結構私も聞き切ったので大丈夫です。ということで、じゃあ最後に合否結果をお願いします。合否結果、恋人としてありかどうか、ありかどうかなしかどうかっていう。なるほど。クリスマスに過ごす相手がいなくて、はい、どうしても誰かと過ごしたいっていう時の合格です。はい、ありがとうございます。5分も過ぎてしまいました。時間、ありがとうございました。すごい楽しかったです。すごい食い気味に編集してください。わかりました。超早く。